18日、今治看護専門学校で生活の安全について学ぶ講義が開かれ、生徒たちが護身術などを学びました。今治看護専門学校では、生徒たちに犯罪被害防止や交通事故防止について学んでもらおうと、毎年新入生を対象に防犯や交通安全の講義を開いています。この日は今年度入学した第一看護学科1年生60人と準看護科1年生32人が参加しました。講師は今治警察署の署員が務め、はじめに生活安全課の署員が不審者に対する日頃の心がけについて話をし、危険な目に遭いそうなときはまずは大きな声を出してくださいと、手軽で効果的な防犯対策をアドバイスしました。また交通課の署員は、自動車や二輪車での交通事故について、一瞬の気の緩みで被害者にも加害者にもなります。運転の際には集中し、飲酒運転にも気をつけてくださいと注意を呼びかけました。この日は最後に護身術を学びました。片手をつかまれたとき、両手をつかまれたとき、また背後から抱きつかれたときなど、さまざまな状況での対策を2人1組で実践しました。講師の署員は、動きを予測されることなく1回の動きで相手から離れることが重要ですと動作のポイントを伝え、生徒たちは真剣な表情で繰り返し練習していました。犯罪者に出会った時とかは、先ほど習った反対方向に逃げるとか、ながらスマホをしないことを気をつけたいと思います。襲われた際にも、やはりそういった今日習った護身術が生かせれたらなと思いました。なお、今治看護専門学校では5月15日に手洗いや包帯の使い方を学ぶふれあい看護体験が行われることになっていて、参加者を募集しています。